あかりでーす。皆さん、9点メガ割りの季節がやってきました。もう私もですね、9点のアプリを見てて、もうすぐでメガ割りだから今買うのはな、と頑張って自分を抑えておりました。メガ割りがお得すぎっていう感じなんだけど、今日は私がストレス溜まった時に、ブワーって爆買いした中でも、マジで買うべきっていうおすすめ商品とか、まだ使ってなくて気になるやつを何個かピックアップしたので、それをね、紹介したいと思います。皆さんが爆買いする時とか、気になるよーってものがあれば、9点のアプリを見に行ってもらってね、詳細見てみるのもいいのかなと思います。ちなみにね、今回の9点の期間は6月1日から6月12日までです。もうなんかさ、割引されてる時に買ったらなんか実質無料なぐらいのお得感ない？でね、私が今回紹介する商品のいくつか概要欄に貼ってあるんだけど、その概要欄から飛んでお買い物をしてくれた人の中から、なんと抽選で購入金額全額キャッシュバックキャンペーン中です。情報もございます。なので一生懸命紹介させていただきます。まあ、本当にいいものばっかなのでセレクトさせていただきました。顔にね、乗せながら紹介していきたいと思います。よーい、ドン。今日飲み物は水ですね。あ、洋服、ビューなんですけど、紹介するの忘れてた。ブルーのセットアップです。上下別々でも着れますよ。スカートまで可愛いんですよ。感じですね。ビューです。一つ目、じゃん。ミルクタッチヘデラヘレックスデイリー&クイックスージングマスク。こういう感じで緑のパケに、パカッと開けるとこんな感じになってて、ピンセットもついてまーす。ここから取り出すんだけど、私ミルクタッチのこの緑のシリーズっていうか、ヘデラ系大好きなんだよね。特に鎮静効果がすごいの。私は毎日の朝、シートマスクをするときに使うマスクの中でも、必ずレパートリーの中にある一つ。ヒーリング成分の第4世代 LHA 成分を配合。LHA 配合されている、シートマスクはこのミルクタッチのヘデラヘリックスデイリー&クイックスージングマスクだけで、どういうことかっていうと、肌を傷めにくくて角質ケアをしながら毛穴とかニキビ跡もケアして、透明感がある肌になれるマスクだなと思います。で、ね、7種のビタミン、ビタミン C、B5H、B6、B9、B1、B12 を配合してて、透明感がある美肌ケアとかにいいかなと思います。ヘデラヘリックスエキスっていうのが配合されてると、まあ、ストレスとかで肌が赤くなったりした時、まあ、赤みが出るよって方とかは、赤くなった肌を鎮静ケアしてくれて、揺らぎ肌に導いてくれるんですね。じゃーん、開くと。いい感じね。シートがベタベタってことがないから、ほんと取り出しやすくて、少し薄めのシートだから、朝にいい。あります。これがね、さっぱりするって、いかにも鎮静効果ありますっていう感じなんですけど、朝起きた時とか、私なんかほてってる時とかあるのね。え、ない？顔にこう熱を持ってる時とか。メイクとかもさ、一旦こう冷ました方がいい、冷たくした方がいいって言われてるじゃん。メイクする前。そういう時に、一度鎮静させる肌をリセットするっていう意味でも、このマスクはすごい好き。これで今、鎮静させまーす。まあ、だいたい10分いないぐらいの私はこう外すかな。結構さっぱりしてるから、すっごい保湿ってわけではないけど、なんかしっかり保湿もしてくれつつ、ケアしてくれつつ、夜使うと、結構リラックス感じするかな。あんまり肌にね、べちゃべちゃっとした潤いを与えすぎるのもあんまり良くないから、夜にもうスキンケアしてるじゃん。寝て起きて朝までベタベタすると、なんかちょっと私は肌にすごい負担かけてるなと思うから、負担をあんまりかけなく、しっかりケアもしつつ、保湿もしてくれつつっていう意味でも、このミルクタッチのシートマスクいいよ。まず1個買っとくのあり。はい、じゃあ外します。ピラ。はい、もうまず、触ると分かるんだけど、しっかりとね、熱を取ってくれてて、潤いもあるし、メイクのりが結構良くなるから、肌をお休みさせる？とにかく、私はミルクタッチのヘデラヘリックスエキスっていうのが、すごくいいんだろうなって思った。デイリー使いにおすすめのシートマスクです。リアルに私が使ってるものを紹介してる。これは結構リピ買いを私はしてる。9点で何買おうって思ったら、とりあえずこれをカートに入れるみたいな。はい、一つ目でした。次、じゃじゃん。アイソイブレミッシュケアアップセラム。15ml。これ、シミの消しゴムセラムって話題なんだけど知ってた？これ韓国で買ったから使ってるんだけど、もうめっちゃいい。香りが良くて美肌くすみケアセラムを求めてる方に私的におすすめです。これ口コミでもすごくいいんだけど、もう毎日使うのにもう本当にいい。マジで使ってる。これ出すと、じゃん。ジェル状で、まあ、少し、とろみがあるテクスチャー。まあ、ベタつきがしないのね。結構肌にスーッといってくれる。私も韓国で買ったっていうのもあるけどさ、肌のくすみケアセラムで、韓国で有名なのね。オリーブヤングで10年間1位らしい。まあ、私もオリーブヤングで買いました。でもこれ9点で買えます。1本使い切るのが私的に楽しみだなと思ってる。で、これ、とにかく匂いがいいの。この匂いがいいってだけでも買う価値がある。ローズの香りなんだけど、自然な気品があるローズの香り。
がするから、すごいいい匂いなの。これ調べたんだけど、3000本より 1g しか取れない貴重なブルガリアンローズオイルを配合してる。液体ダイヤモンドって言われるぐらいの貴重らしい。あかり調べ。美白機能成分アルブチン配合で透明肌に導く。あと全自然由来成分だから敏感肌の方にも使いやすいと思います。私的にセラムの中でもたくさんの人が結構使いやすいアイテムだなと思った。だからまあ人気なんだなと思うけど、使ってみますね。はーい。シミの消しゴムセラムって呼ばれてるのすごくない？こんな感じでね、ごくごく肌が飲んでる感じなのね。とにかくこのローズの香りが癒されるから、ほらなんか塗った後から結構効果がある感じするんだよね。ほらって言ってわかるかな。なんか少しこうずっと透明感出るんだよね。少し白っぽくなるっていうか、なんかお肌がキュンキュンってなる塗った途端にパッと透明感が出る気がするから、かなり使い切るのが楽しみだなと思っています。ポケも可愛いしピンクで。ということでアイソイ、本当に購入品でも紹介したけど使ってみておすすめだから、ぜひ気になった方は見てみてください。じゃじゃん、3つ目、サムライミーガラクトミセスピュアビタミン C グロートナー。これね、私も使ってるんだけど、もっと知られてもいいなっていうぐらいいいし、1ヶ月くらい使い続けてたらトーンアップしてるなっていうのもね、かなり実感できると思います。サムライミーって本当なんかいいの作るよね。毛穴悩みとか美肌ケアしたい方に私的におすすめ。紫外線が強くなる時期に特に欠かせないなと思う。メイク前の朝、まあ今日みたいな朝とかにコットンに含ませて、私は乾燥してる部分に特にこうやってやるんだけど、まあ、拭き取り化粧水みたいな感じで使ってもらうと、その後の化粧のノリが良くなります。これはね、10種のビタミン配合ガラクトミセス効果露化物 88% 配合、美白くすみケアに役立つトナーで、さっきコットンに出したんだけど、黄色でまあビタミンカラーだよね。ベタつかないテクスチャーで、まあ、サラサラ透明感ある肌を作るためのサポート係って感じがするね。とにかく吸収が早くて肌がゴクゴク飲んでる。私がこの水を飲むかのようにもうゴクゴク肌がシュシュしたいって言ってる感じですね。なんかちょっと塗るとスーッとする、ヒヤヒヤっとするので、あ、効いてるって感じする香りはさっぱり系なので、すごい残る感じでもないし、なんかこういうのってさ、ちょっと薬っぽい感じするかなと思うじゃん。そうじゃなくて、なんていうのかな、ハーブの香りっていうか、リラックス効果があるような香りがしますね。6つの人体適応試験が完了して、目元の肌トーンケア、肌の光彩ケア、シミ及び色素沈着ケア、あと肌弾力ケア、肌角質ケア、肌保湿ケアができると。敏感肌のための高濃縮純正ビタミン C、ガラクトナーで、まあどういうことかっていうと、まあ、キメのケアと綺麗な肌への変化に役立つっていうのが特徴。ビタミンが入ってるから、朝とか使うときはこれ使った後は日焼け止めをしっかり塗ってください。それがおすすめ。朝使うとすっきりさっぱりするよ。肌に水分与えんよ。私は乾燥気になるところから、ペーペーってやるじゃなくて、これはマジでね、使い続けると良さがわかる。結構トーンアップするので、おすすめと言われている理由がわかりますね。そして4つ目、ダダン。ダルバのウォーターフルトーンアップサンクリームですね。これも超有名。めちゃバズってたアイテムですね。特に顔の日焼け止めを探している方はおすすめです。私的に。もう素肌のように自然にトーンアップしてくる化粧下地、まあ、日焼け止めなんだけど、とにかく保湿感が最高。まあ、なかなか日焼け止めで保湿されてるなって感じなくない ?SPF50PA++++ だから、もうめっちゃプラス。うん、もうとにかくプラス。紫外線対策ができるトーンアップクリームですね。マジ使いやすい、これは。あとは、ビーガンアイテムです、こちら。ちょっと気にされてる方は、いいんじゃないでしょうか。一応これ全身使えるんだけど、特にこう、スキンケアの後に、最後、塗る。クリームの後に塗る。スキンケア感覚で塗れるっていうのも私的に推しポイント。乾燥が気になるものも、日焼け止めの中ではあるけど、これは乾燥気にならない。ちょっと出してみるんですけど、結構緩めのテクスチャーですね。あと、レフ板みたいに、本当に顔が自然にトーンアップするんだよね。水分量が高めで伸びもいいし馴染ませやすい。これ塗ってみるんだけど、しっとり仕上げで肌にねスーッと馴染む。もうジュワーっとしてギトギトしないし、清潔感があるなみたいな。あとは重ね付けしても重たく感じない。何回塗り直しても。あと白浮きしないっていうのもすごい私的にもう好き、好きすぎるポイント。はい、塗りました。本当に自然にトーンアップしてくれる。もう基本の日焼け止めシリーズ、自分が持っている日焼け止めのシリーズでこれがなかったらとにかく常備してほしい。私は常備したいこれ
これはもう常に欲しいなって思った。ないと不安。顔に何の日焼け止め塗ったらいいのってならない。全身とかは結構あるけど、顔に普通のこう全身用の日焼け止めとか塗ったら、ちょっと肉のり悪そうとか思うけどね。これはもうそんな心配一切いらない。もうメイクの前にこれを仕込む。基礎スキンケアの中の一つでもあり、メイク前の下地どうしようって迷った時に、まあ、今の時期紫外線とかもやばいから、これ使おうともなるし、とにかくスキンケアアイテムとして私はこう入れてもいいなっていうぐらい、日焼け止めをさ、まあ、すごい塗りなさいって言われてるわけ。人生の先輩の方たちから日焼け止めは絶対塗っといた方がいいって言われるわけじゃん。でもさ、どれ塗ればいいとか言ってなるじゃん。けどこれはね、ほんとスキンケアでクリームをこう何回もなんか保湿がちょっと弱まってきた保湿を塗る感じで、保湿クリームっていうイメージで使ってみるっていうのも、もうすごいありっていうぐらいこれはおすすめ。とにかくこれ持っとけば大丈夫。ではちょっとまだ使ったことないやつ、じゃじゃん。オソモールイミューマルチビタミン&ミネラル7個入り1週間分。韓国で人気のドイツのメーカーのサプリメント、ドリンク剤。飲むエルメスとして話題なんだけど知ってる？K-POP アイドルちゃんだったり、韓国のね、タレントが多く使用してるっぽいんだけど、1週間7本セット。飲むエルメスだよ。めっちゃ気にならん？様々な抗酸化物質が含まれており、正常な免疫機能に必要となる。ビタミン A、ビタミン C、亜鉛、セレン、鉄分、亜酸、ビタミン B6、ビタミン12などが総合的に配合されてて、栄養バランスの保持に役立つ。妊娠されてる方とか、授乳中の方とか、ちょっとお医者さんに相談してくださいね。アレルギーとかある方は成分見て決めてね。これを、こうして、わあ、全然飲みやすい。もう実質私はエルメス。これを1週間飲んでみようかなと思います。次、じゃじゃーん。今なんか私に使ってくれてた気がするんだよね。エレーシーですか、エレジーですか、ごめんなさいわからないですけど、の02番、ダウングロー。これね、結構バズりコスメらしいですよ。イタリアのベーキングパウダーテクノロジーを採用したパレット。透明で自然なもので、光沢のある3次元のハイライトメイクを示す。うわー、すごい。これが鼻先だとして、ほらこんなにチューンとすんだよ。ここに塗るの可愛くない？私発見なんだけど、これ使ってる人いるかもしれないけど、ここの関節に塗るのすごい可愛いんだけど、こうやってやった時にさ、え、手までチュルチュルって思われたらよくない？これちょっと後でメイクするので、その時使いたいと思います。でも意外とソフトなテクスチャーでシルキーな感じですね。あと、はい、じゃじゃん、モバイルバッテリーでーす。欲しかったよね。ここをカッと開けると、あー、これ iPhone 用です。これ刺すので簡単でさ、すごい持ち運びに便利じゃない？可愛いし、カバンがちっちゃくても持っていけるし、楽ちんじゃない？ 5000mAh の容量で iPhone スマホのフル充電に対応、旅行中に予備電源として十分、急速充電、 USB-C などの2コネクタ備わっていて、 iPhone とか Android にも対応してる。過充電とか過放電、加熱、ショートの際に自動的に充電を停止してくれるって。プレゼントとかにもいい。これもうランキングめっちゃ上位だったよ。この機会に安いし買っちゃいました。じゃん、ボダナのトリプルフローウェーブアイロン 40mm クリーミーブルー。これは挟むだけでウェーブヘアができるやつを買いました。韓国でウェーブの髪型やってもらって、簡単にウェーブ作れたらめっちゃ楽だなって思ったのと、ウェーブヘアが流行ってるので大きめのウェーブ作りたいなって思ったので、まあ、40mm のこれを買いました。コードが360度回転するので取り回しが便利で使いやすい。すごっ。電源が入った後1時間後に電源が自動的に切れる安全設計、エネルギーロスも削減、まあ、とにかく簡単におしゃウェーブが作れますよっていう代物ですね。今から私メイクするから、さっきのハイライトとこれをちょっと使ってみたいと思います。はい、メイクし終わりました。なのでちょっと塗ってみたいと思います。さっきのこれ、チュン、すごっ、鼻がチュンってなった。ん、チュン、なんか透けてるぐらい綺麗。ここちょっと塗ったんだけど、すごくない？チュン、かなりさ、メイクの綺麗度を上げてくれるね。全然自然、でもなんかお人形さんっぽくなるから、なんかほら見て、やばくない？昼間でも全然下品な輝きに見えないよ。ウェーブやってみたいと思います。すごい、え、楽しい。しかもなんかちょっと緩めで嬉しい。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。できた。めっちゃ自然なウェーブじゃない？簡単にできた。自然にこうやってやっただけで後つくから、コテがね使うのねめんどくさいなとか、もうとにかく時短の時はもうすごいいいと思った。はい、ということで動画の冒頭でも言ったんだけど、今日6月1日から6月12日までは9点のメガ割りセールが始まっています。もう
もう何を買おうかなと思ってね、悩んでる方とか、私みたいにね、もうストレス発散は買い物しかねえっていう方とかは、ぜひね、参考になったら嬉しいなと思います。で、私がね、今回のコラボで紹介させていただいた商品は、概要欄にある URL にまとめてあるので、キャッシュバックキャンペーンもやっててお得だからね、ぜひね、ゲットしてほしいなと思います。ということで、私の9点、ガチおすすめ商品と、気になるものを、このメガネの機会に買ってみたという紹介動画でした。グッドボタン、チャンネル登録お願いします。また次の動画で、バイバーイ。